過去のこと未来のことを考えすぎると脳が疲れます今やっていることだけに心を向けてみませんかこれも疲れないコツですよこんにちは、梅垣真由美です。今日から始まった新しいシリーズ女性のための優しい免疫教室のお話ですこのお話は免疫力を強くする疲れない体の作り方について とっても簡単にわかりやすくお話ししていきますぜひシリーズで楽しみにこれから聞いてくださいそれでは疲れない体の作り方についてのお話です疲れやすい人は食べ方や暮らし方がちょっと間違っているのかもしれません年のせいだからと疲れるのは仕方がないと諦めている人が多いのですが それは違うと思います疲れない体を作ることは難しくありませんいつも使う食材の調理法を変えてみるいつ何を食べるかを気にしてみる疲れに強い体づくりという目的を持って筋トレやストレッチに取り組む特別な食材も道具も時間も必要ありません 毎日の暮らし方を見直し新しい習慣づくりのヒントを一緒に学んでいきましょう脳も疲れと深い関わりがあります脳は何もしていなくても勝手に働き続けどんどん疲れてしまいますやがて日常生活や仕事の質の低下につながりますそこでまず疲労について知ることが 疲れない体への第一歩になります次の動画ではあなたの疲れはどのタイプという内容をお話ししていきます内臓の疲れ精神的な疲れ自律神経の疲れ肉体的な疲れこういった疲れどのタイプかなっていうのを知ることで自分の疲労ということを知ることができると思います 最後におすすめ動画です。動画右下の逆三角形のボタンを押してください。説明欄に私の最近行ってきたトレーニング風景の YouTube 動画のリンクを貼っていますので、ぜひ見てください。皆さんも一緒に健康のこと、体づくり、学んでいきましょう。ありがとうございました。薬の相談、心の相談は京都女性漢方松見薬局。 梅が気前にまでお待ちしています。ありがとうございました。